こんにちは、バイオリニストの川久保珠希です。こんにちは、ピアニストの菊池陽子です。今年から淡路で珠希プロジェクトは、始まりますが、今度7月7日淡路市立サンシャインホールで、今年皆さんにお届けするモーツァルトをテーマとして、彼の音楽を皆さんに、お届けしたいと思いますが、7月7日は、菊池陽子さん素晴らしいピアニストと、一緒に、モーツァルトのソナタとかドゥオとか彼女のソロとかを、お届けしますので、皆さんぜひ足を運んでください。待ってます。